石川の方は非常に順調なピッチングにはなっていますが、マルティネスはレフトへ大きな打球だ、ダイレクトフェンスに当たります。セカンドに向かう、滑り込まない、アウト。森監督呆然、唖然という感じですが、結局この5回の裏ドラゴンズは0点に終わりました。まあ、マルティネス審判呼びますが、これはこの場合5回終わってますので、審判の引き上げも休憩の可能性があるんですが、そうですね、もしかしたらどうピッチャー交代するんですかね、そんな感じですね。多分これ交代を告げたということですよね。ピッチャーを変えたのかどうか、まあ、結局マルティネスがヒットシングルヒットのセカンドを進塁アウトということにはなると思うんですが、そうですね、今5回が終わってのインターバルに入っています。あ、交代ですね。まあ、そうですね、又吉が上がってきました。もう本当ひと伸びあればというところだったんです。そうですね。で、一塁ベース回ったところで、あ、そんな大きな打球だったのって感じでもう一回加速、でもスライディングができませんでした。そうですね、なんかこう、一つの走塁で、はい、激励に触れたって感じですよね。そうですね。